電は北海道と共に歩む企業として、地域の皆様と様々な活動に取り組んでいます。ここは泊村。6月17日、地元の方々と合同で浜辺のゴミ拾いを行いました。北電は毎年各地で清掃活動に取り組んでいます。ここら辺は海水浴で結構皆さん来られるでにぎわうところなんで、まあ、少しでもかけながらお役に立てれば思います。まあ、地域だけではこれだけの城さんのとこなかなか掃除できないもんですからね、一緒にやっていただいて大変助かります。地域の皆様の声に耳を傾け、皆様と共に取り組みを進めていきます。代わってこちらは北海道の内陸、内江町。6月19日、地域の子どもたち、先生方と一緒に植樹を行いました。北電は地域の森林づくりを応援する活動に各地で取り組んでいます。地元の子どもたちと今回植樹させていただけたんですけども、まあ、皆さん笑顔がとても素敵 で、まあ、私たちもすごい力にもなりますし、一緒に活動できてよかったと。やっぱり外に出て普段触れ合わない方たちと触れ合って実際に体験できるっていうことで、教科書だけじゃ学べないことがたくさん学べるので、とても有意義な活動ができたと思います。全道各地にある北電、その社員一人一人が地域の一員です。私たちはこれからもこうした取り組みを通じて地域とともに歩み続けてまいります。